消防車10台で消火に当たりました午前9時50分ごろ千葉県白石の廃材置き場で火事がありました警察などによりますと屋外に置かれていたプラスチックの廃材から火が出て建物に炎症したとみられ一人が軽い怪我をしました火は正午過ぎにほぼ消し止められましたが火が出た当初は黒い煙が立ち上り空が暗く感じるほどだったということです